こんにちは。今回適性検査 D の解説を担当いたします。私、国語科の田中浩二と申します。よろしくお願いいたします。この適性検査 D は川崎市や横浜市の適性検査を元に作った検査となります。もし受験する方はそちらを想定してご覧いただければと思います。問題の構成ですが、大きく2つの問題に分かれています。1番の表やグラフを用いた対話型の文章と、2番、理科の要素を含む説明的な文章です。中には社会、それから算数の要素を含むような問題も入っていますので、さまざまな要素が問われるんですけれども、複数の資料の読み取り、そして合計550から600字程度の記述、そして先ほど申し上げた計算問題も含めて45分という時間ですので、時間の使い方というところが結構大事になってきます。そちらを意識して解いていただくとよろしいかと思います。はい、それでは早速ですが、第問1の問いの1、問いの2に入っていきます。ぜひ問題や解説等をお手元に置きながらご覧いただければと思います。はい、こちらから順番に資料 1A1B の、ものになっていますけれども、どういうところに皆さん着眼点を置かれるでしょうか。はい、問題の内容がですね、問いの1番に関しては読み取れることを、見てくださいということで、選択肢のあ、い、それからう、え、おがそれぞれ資料 1A1B それから資料2ということになりまして、資料2の方は後ほど提示をいたしますが、まず 1A の方ですね、選択肢の方を見ますと、全ての年齢区分で女性の人口が多いとか、55歳より上になってくるとその男女の比が逆転するというようなことが書かれています。ですので、まずは54歳以下の男性女性の人数の割合を見ると、どの年代も男性の方が割合が多くなっています。こうした数値を見ていただきながら、選択肢と合わせて男性女性の比率、年齢が上になっていくと女性の方が割合が多くなってくることが分かりますので、このようなところに着眼点を置いてください。はい、資料の2は選択肢のう、え、おに関わるところですけれども、絵の選択肢に注目をしたいと思います。総人口が最も多い年と最も少ない年を比べるとというふうにありますので、最も多い年である2010年、それから最も少ない2060年を比べていきます。割合を出すときには、こちら解説にも入っていますけれども、最大値から最小値を引いて、そしてそれを最大値で割って100にかけるとパーセントになります。この場合であれば2010年の数値を2060年の数値で引いて、そしてもう一度2010年の数値で割ると 0.27 ぐらいの数字が出てきますので、100をかけて大体 27% というふうになります。計算問題としてはっきりと出ているわけではありませんが、40% っていう数字に対して、ここをちょっと計算しておかないと、正しい数値かどうかっていうのが分かりませんので、10% 以上ずれていれば、ちょっと絵の選択肢は不適当と言ってよろしいかと思いますので、こうしたところにも気をつけて、練習の方していただければと思います。はい、それから問いの2番、あからうの問題で、こちらはそれぞれの人口を見ていく問題なんですけれども、ぜひグラフの特徴をつかんで、ください。それと、基本的な話ですけれども、
人口は平成に入ったあたりから徐々に減少していっています。若い年代層がだんだんと減っていくっていう傾向も踏まえて見ていただくと分かりやすいかと思います。はい、まずグラフの、ちょっとあといいを飛ばしてうからなんですけれども、20歳を超えたあたりにちょっとボコッとこう出っ張った部分がありますね。で、この層が20年後にもう一段上の方に行っていて、まあ、もう一つこういう層ができているんですけれども、はい、こちらのように、およそ20年でこの層がそのまま上がったということを考えると、おそらく1970年代と90年代のそれぞれのグラフではないかというふうに考えられます。そして、若年層が、だんだんとこう下の方に行けば行くほど細くなっていくといいますか、分布が減っていくっていう流れと、先ほどのこの出っ張った部分が、まあ、少しずつこう緩やかにはなっていくんですけれども、こうへっこんでいくっていうとこ、出っ張っているっていうところを踏まえて、おそらくこの「い」が2020年度のものではないかと。大体年代としても40代過ぎたところから80前後というところになっていますので、約30年ということで、このように見ていくとよろしいかと思います。ちなみに、まあ、この「あ」の線表が分かりやすいんですけれども、上の段の出っ張りが第1次、そして下の段が第2次のベビーブームというふうに言われています。社会の知識等もこういったところで生かしていくと分かりやすくなるのではないかというふうに思います。問いの3と問いの4の問題です。こちらは、まあ、少し小さいんですけれども、まあ、大樹さんの、会話を受けて吉尾さんが回答しているというところの中での回答の中の一部の選択肢、空欄の中に、会話を入れていくという、そういう問題ですね。で、ちょっと読みますと、人口が半分に減っているわけではないよ、グラフをよく見てごらん、大樹さんはきっと空欄で本当は1万人くらいしか違いはないよということで、まあ、どこを見て言っているかというと、こちらのグラフですね。まあ、大体この上と下を引き算すると1万人の差ということになります。総人口が、こう階段を降りるかのように減っていって、まあ、極端にこう減っているところなので、見た目には非常に減ったように見えるのも、まあ、無理はないのかなというところですけれども、実際の、この総人口の数を見ると1万人程度というのが分かりますので、それを踏まえた回答を、していただければと思います。でまた、令和3年の2月と3月というところに関して言いますと、まあ、こちらの、自然増減に対して社会増減っていうところを、踏まえて言いますと、まあ、例えば最後に引っ越しっていうふうにヒントもありますので、まあ、こうしたところを踏まえて、まあ、年度の変わり目、入れ替わり、人の出入りが多い時期ということで、そうした点も踏まえていただくとよろしいかと思います。で続きまして、問いの7番ということになりますけれども、まあ、総人口としては徐々には減っていっているんですが、上のこの65歳からの層というのは、実は、2015年から45年までの30年間でそれほど大きく推移は実はしていません。一番少ない 35.3 と、一番多い 37.9 で、まあ、それほど大きな推移はないんですね。ところが、こちらの、64歳から下の層を見ていただくと、まあ、その幅というのが、如実に減少傾向にあるのが分かるかと思います。ですので、こうした年代層の獲得を、目指す県に、移住してもらうとか、ということを踏まえた回答が求められるということになります。例えば、まあ、今回は大分県ということですので、大分県の名産品、これを、まあ、なんとか PR してっていうことも考えられるかもしれませんし、または、子育ての支援、または、企業との連携、こうしたところがもしかすると、回答の、一つになってくるかと思いますので、ぜひこちらの若年層のところに、目を向けていただいて、そこをどうやって増やしていくかっていうことにぜひ着眼点を持ってください。ちょっと最後になりますけれども、このようなことを考えていただくとよろしいかと思います。
次はですね、第2問の問題ですけれども、こちらの問題は、先ほど、まあ、社会やあと割合を求めるような算数の問題が入っていましたけれども、理科の問題が、まあ、このことわざ風が吹けば桶屋が儲かるということに、かけて、自然界の中では、どういうことがこちらに該当するかということを見ていく問題です。で、第1段落は要約ですので、本文の内容を、まとめていただければよろしいかと思います。で、第2段落は、自分の意見を、まとめていくんですけれども、この風が吹けば桶屋が儲かる内容を含めて、まあ、食物連鎖や生態系の具体的な例っていうのを、示していく必要があります。ここが結構大事なところになるかと思います。それを受けての第3段落の理由付けということで、第2段落の、理科の知識を、風が吹けば桶屋が儲かるにつなげられるかがポイントとなります。短い時間の中で、瞬時に、その理科の知識を、つなげてまとめていくっていうところが非常に難しい場合もあるかと思いますので、日頃からそうした観点を持っておくとよろしいかなと思います。品川省への適正検査型の入試は、先ほどの問題と同じように、要約から自分の意見を述べる形式というものが求められたりいたします。ここでも自分事として、具体的に述べるなんていうことも必要になってきますので、学んだ知識をいろいろな、教科を超えて、結びつけていけるとよろしいかなというふうに思っております。はい、以上で、適正検査型 D の問題の、解説を終わります。ご覧いただきましてありがとうございました。こんにちは、品川省への入試広報室長の三本です。ここからは品川省営中学校の適正検査型入試についてお話しいたします。品川省営の適正検査型入試は都立欧州館型の入試です。表現力、思考力のある方に入学していただければと思い実施しています。この試験の成績優秀者は特待生になることができます。適正検査型入試は2月1日午前にあります。当日午後6時に発表ですが、合格発表後に解説動画をホームページにアップします。本校の適正検査型入試は公立中高一貫校の前哨戦として受験することが可能です。さらに適正検査型入試体験会が12月12日日曜日8時50分よりあります。問題解説や採点も行いますので、ホームページよりご予約の上ぜひご参加ください。品川省への入試体験会や説明会、実際の入試でお会いできる日を楽しみにしています。お待ちしています。